いたします金子衆議院災害対策特別委員長ただいま議題となりました法律案につきまして提案の趣旨を御説明申し上げます我が国はその自然的条件から地震豪雨と各種の災害が発生しやすい特性を有しており特に近年は気候変動の影響等により 災害が頻発化激甚化する傾向にありますこれらの災害により被災者の中には住居や事業所が損壊し生活基盤に大きな打撃を受ける方も少なくありません被災者に対する経済的な支援等としては被災者生活再建支援金災害懲役金災害障害未満金といった公的な制度と合わせ 義援金も大きな役割を果たしています義援金は寄付者が被災者を支援するために拠出したものであり生活を再建するための資金として被災者自らが使用することを期待されているものでありますその義援金を被災者に対する債権の強制的な取り立てとして差し押さえ等の対象とすることは寄付者が義援金を拠出した趣旨に すするものであります災害に関連する義援金については、これまで5回、東日本大震災、平成28年熊本地震による災害、平成30年7月豪雨等による災害、令和元年房総半島台風、東日本台風等による災害、および令和2年7月豪雨による災害の際に、被害の甚大さに鑑み、 これらの災害に関連する義援金に限り差し押さえを禁止すること等を内容とする法律を制定してまいりました一方で都度の立法措置によるのでは特に国会の閉会中の迅速な対応が困難であることまた対象となる災害の範囲が限定的となることなどの懸念も各方面より示されてきたところであります 本案は、そのような経緯等を踏まえ、災害関連義援金に係る差し押さえの禁止等に関する法律を一般法とするもので、自然災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を委託する等のため、自発的に拒出された金銭を原資として、都道府県または市町村が一定の配分の基準に従って、被災者等に交付する金銭を 自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について義援金の交付を受ける権利の差し,差し押さえ等の禁止、および義援金として交付を受けた金銭の差し押さえの禁止を使用するものであります。なお、本案は令和3年1月1日以降に、 発生した自然災害に係かかる義援金について適用することとしておりますが施行前に確定した差し押さえ命令等に関してはその効力を妨げないこととしております以上が本法律案の提案の趣旨であります何卒速やかにご賛同くださいますようお願い申し上げます以上で趣旨説明の聴取は終わりました これよりり質疑に入ります別にご発言もないようですから、これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。自然災害義援金にかかる差し押さえ禁止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めますよって 本案は前回一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします本日はこれにて散会いたします。